明けましておめでとう。この春節のお年玉はあんたの分よ。あ、私がお姉さんだからね。とにかく受け取りなさい。遅いわよ、指揮官。もう今日は団らんする日だからあっちこっち行かないの。こういうの考えるのが苦手だって知ってるくせに、人類のやつ押し付けてきて。妹の願いじゃなかったら、もう指揮官助けてよ。春節の宴会の出し物？べ、別に緊張していないよ。もう何回も練習とかリハーサルとかやってたし。うちの妹も大元ちゃんみたいにおとなしくしていればいいのに。いいんだい、あんたのことよ。笑うな。春節時期は寒いじゃない？風邪でもひいたら、その私が世話しなくちゃいけないから、そりゃ面倒というか、そういうことだよ。びっくりさせるな。ね、年中に食べられなさいよ。ボサボサになってるからもう触んな。この庭木、人を乗せたって折れたりしないから安心なさい。って、あんたもしかして私が太ってるとでも言いたいの？悪を除き、もう倒されなさい。もう一度だけ言うわ、私たちの海に入ってくるな。まだ十分強くなってないというの？